つもり大会は、日本古代の豪族、聖和連。日本初期巻、第24によると、光玉天皇元年1月、安住の連平府の畜紫国からの駅場により、くだらが、対乱状態になっているという情報が伝わり、長子の従者の話で、正月に、国王の母が亡くなり、弟王子の子である行儀と、その同母妹たちやくだらの交換40人余りが、 島流しにされたことが分かった。同じ月、高栗の使者より、高栗でも前年の6月に弟王子が皇居し、9月にイリカ趣味が大王を侵虐して、重心180人余りを殺して、太陽王の子をとした。同性の都主流金流を大臣として、実権を握った。 という知らせがあったの出来事としており、初期の記述と一年の差がある。以上の情報を得た山和政権は、高栗、九リ、ダラの客を、南波の軍で競応をした後、疎外座に見事乗りをして、つもり連大会、高栗国将騎士推計、クダラ草壁騎士親戚、白木坂本騎士長系、三間ナにそれぞれ使いとして出すことが決定された。この中で、つもり大会の三村次生世を有し、 他の三名よりは高い地位にあったところから、蘇我氏や朝廷が、高栗の正常に関心を持っていたことがわかる。つもり蓮氏は、発色の生成帝により、六百八十四年、スクネの生を与えられている。つもりスクネ氏については、新鮮生死録、節筑につかみ別によると、終わりスクネ同祖とあり、天下民命発生孫大井後日足にの後なりと、あるが、 内庁所領部将像の津森死系図では、大井戸で足にと表記され、住吉大社神代記では、伊、富谷大野宿根が、津森宿根園園園となりとされているため、伝を、日と書き誤った可能性がある。津森蓮氏は、泉国につかみ別に、秘密命の神男天香山命の光栄としている。神宮皇后折衝前期12月上には、津森蓮の祖である、 タモミノスクネが登場しているが、つもり死刑図では、テサソクと表記されている。一族の中から外交で活躍した者を多く排出しており、巻、第十九では、近明天皇の時代に、くだらに派遣されたおのれ、朝や月、巻、第二十六では、西明天皇の時代に、検討使になった、吉将らのことが記述されている。この後、三月に、白木が、 皇玉天皇の即位を祝う、河東局氏と除明天皇の弔い模試を派遣した。5月、九だらの長の使いの船と騎士の船が何言わずに停泊し、九だらの使者が進む調子、騎士が福井の地した。8月、高栗の使者が帰国の都に着き、九だらと白木の使者が帰国の都に着いた10月、白木の長氏の船と、くだ局との船が行きとに停泊したという。 ありがとうございます。